ぐるで、あるって知ったんで、鳥羽からね。にゃー、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 どこ？どこかにゃんこがおる。どこにゃ？こんなにわかりやすく、にゃんこらしい鳴き方をするにゃんこっているんだな。どこ？いや、姿は見え。この奥にいるんだな。あ、いた。ん？お母さん猫かな？子猫？親子？うん。やっべべべべべべべ。なでたら絶対噛まれるし、野田だから引っかかれたらおしまいだけど、わかる？わかるかな？あ、しっこい。あ、向こう行った。向こう行った。映ってたかな？めちゃくちゃ顔。めっちゃ顔。生後2ヶ月ぐらいじゃね？やっべえ、めっちゃ。いや、うちもニャンコ飼ってましたからね。うちも子猫の時から飼っとったんだよね。隣が親猫っぽいな。え？親猫にしちゃちっちいか？にゃーかわいい。あ、でも親猫だな。そうだね。うちが8キロと6キロのにゃんこなんでね、でかすぎるんですよね。普通にゃんこの整備をってたらこれぐらいですもんね。うわぁ。かわいい。こっち親ね。子供の方はどこ行っちゃったかな。僕の方行っちゃったね。あれだな。いやー、癒されるわ。絶対撫でさせてくんねえけどね。子育て中のね、親猫はね、警戒心半端ないですからね。いや、本当に。うん。動物全体言えますよね。あ、でもニャンコ来た。ニャンコ来たけど、向こう行くか。クニャンコ映してる？クニャンコ。奥にいるんだよな。来た。絶対親子や。うわ。あー、すいません。だね。おやおや、これにゃーか。かおいや。いやー。本当にね、にゃんこを巡る旅ってて、上島に行くとかも考えてたことはあるんですよね。いやいやー。いいにゃ。いいにゃ。ちっちゃいなだよね。半年経ってねえだろうね、生後。うわ、バス来た。言ってたらバス来た。